職場の男性の先輩と仲良くなる方法を教えてください。挨拶と、ね、ほうれん草ぐらいの関係ですってことなんですが、まずですね、僕らって相手との関係値を考えて会話を決めるんですよ。だからそんなに仲良くないから挨拶とほうれん草ぐらいにしようってなっちゃうんですよ。ところがね、例えば恋愛関係になったら、プライベートな話とかするじゃないですか。でね、ほとんどの人は深い関係になる前にプライベートな話をしないんですよ。ところが実際は逆で、深い関係になる前に自分たちの関係よりもちょっと踏み込んだ関係じゃないと喋りづらい話を先にするんです。例えば上司と仲良くなりたいと思うんだったら、ちょっとその上司の人と仲良い人がどんな会話をしてるかなってことをチェックしてもらって、そのレベルの会話とか話題をぶっ込むんですよ。でそうすると会話のレベルが上がると関係性が会話のレベルに追いついていくんですね。でこれをやっていくとだんだん仕事上のすごく仲良い友達のレベルまで来ます。でそこまで来たら仲良い友達を一歩超えた、ちょっと恋人とか夫婦じゃないと話せないんじゃないのこういう話みたいなのを時々ぶっ込むんですよ。でこうやって鳴らしていって、先にそういう恋人同士が話すような話題の方に話題が行くとどうなるかって、この話題に合わせて関係性がこうアップデートされるんで、ポイントとしてはまずは会話を先に一歩だけ深く入れると、そうするとその関係性が追いついてきます。そしたらまた一歩踏み出すみたいな風に、会話をベースにして相手の関係を縮めていくっていうのが一番いいやり方ですね。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。